今回は洋食大盛り弁当ですね。こちらを食べていきたいと思います。まあ、ライフで購入したんですけど、結構な重量感ですね。これ開けていきますけど、あ、いいですね。これすごい詰まってますよ。お子様ランチみたいな感じでいろんな種類が入ってますよね。これ何入ってもこのベーコンのこの破壊力というか存在感ですよね。すごいですよ。これ早速こちら食べていこうかなと思うんですけど、いや、ベーコンがこんな感じですからね、すごいですね。熱気もちょっとありますけど、早速ベーコンですね、こちらいただこうかなと思いますね。ベーコン格別ですね、本当に。いや、これはご飯進みますよ。やっぱこの重量感ですからね、やっぱり。卵もいいんじゃないですかね、これ。目玉焼きですけど、またいいですね、この黄身の感じですね。いいですね。コロッケも、クリームコロッケですかね、これ。いや、いい感じのクリームコロッケで、優しくなりますね、これ。やっぱこういうのでいいんですよね、やっぱり。チキンステーキもまた存在感ありますよ。いや、ほんと食べ応えたっぷりですね。いや、フライドポテトも入ってますしね。いいもんですね。やっぱこのシンプルな味がいいですね。まあ普通っちゃ普通なんですけど、こういうふうに詰まってるのはまたいいですよ。まあ見た目通りの味っちゃ味なんですけど、それがまたいいんですよね。やっぱ一つの弁当にこれだけ詰まってるのがまたいいでしょうね。本当にお子様ランチみたいな感じですね。ベーコンもこの迫力ですからね。弾力感がまた癖になりますよ、これ。一口だとちょっと辛いぐらいの大きさですからね。切ってもかなりの迫力ですよ。いや、本当にいいですね。こういうふうにコストパフォーマンスがいい弁当はいいですね。本当にありがたいですね、これは。
クリームコロッケもいい感じですからね。最後に野菜ですからね、人参がまた入ってますね。人参も結構甘いですね、これ。あとブロッコリーですね。うん、いや、美味しかったですね。というところで本日はこのライフの洋風大盛り弁当をいただきました。ごちそうありがとうございました。